ビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間。ビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間です。皆さんこんばんは、小川梨沙です。さあ、先日ドキドキのバレンタインデーが終わりましたね。皆さんどんなバレンタインを過ごされましたか？今週は日曜日だったからちょっと遅れてもらったりとか渡したりとかもこれからもあるかもしれないんですが、ホワイトデーのお返しはもう考えていますか？まだちょっと気が早いかな。今日はですね、ホワイトデーにおすすめのビールをご紹介します。今回はですね、旅色のビール旅、私が連載して書かせていただいているビール旅の連動特別企画です。ぜひですね、ビール旅の記事もチェックしながら見ていただければなと思います。それでは1本目にご紹介するのは、じゃ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 ーん、わー、なんか高級そうな箱に入ってる。これすごいですね、なんかすごい高級なリッチな感じがします。では開けていきましょう。ではオープン。W チョコレートボック。 W チョコレートボックはボックというビールのスタイルで仕込んでいます。ボックビールの特徴は原料であるモルトを大量に使用し、甘みのあるビールに仕上げ、アルコール度数が高いこと。わー、このビールも通常の 1.5 倍のモルトを使用し、アルコール度数も 8% と非常に高くなっています。そのため通常のビールと違い、少量ずつゆっくりと味わうことをおすすめします。原料について、原料のモルトには香り高いチョコレートモルトをはじめ、上質なドイツ産などのモルトを通常の 1.5 倍使用。チョコレートモルトっていうのはモルトを焙煎して、その途中でカカオのような香りがする瞬間に焙煎を止めたものです。一瞬を見逃さずに止める技術が必要なので、別名奇跡のモルトと呼ばれているんだそうです。これはかなり手間暇かかったビールな感じがしますね。いやー、これは期待大ですね。そして箱もね、おしゃれだし、このデザインもすごいおしゃれ。大人のビールって感じがしますね。これはね、田沢湖ビールっていうところのビールです。秋田発世界一のビール、田沢湖ビール。世界一？あ、いっぱい賞を取ってるんだ。 WBA っていうワールドビアアワーズっていうビールの大会があるんですけれども、そこで2年連続世界一を獲得したビールとか、4度の金賞を受賞したビールもある。すごい、いっぱい賞を取ってる。これは楽しみだ。でコースターもついてました。わー、怖ーい生ハゲかっこいいですね。じゃあ次きましょう。飲んでみましょう。あ、すごい濃い香りがする。麦芽の濃い香りがしますね。結構、うん、チョコレートの香りもするし、麦芽の香ばしさも感じます。あ、でもずっと嗅いでたら甘い香りが奥から奥からやってくる感じ。あー、いい香りだ。それでは今日も一日お疲れ様でした。乾杯。高級チョコレートの味がする。これ後から来るチョコレート感がすごい。カカオ 75% みたいな、濃いカカオの濃いチョコレートの味がします。あー、美味しい。うん、なんかカーッと熱くなる感じ、喉の部分が。ちょっとした酸味もありますね。もう喉にこう残った感じの苦みとか甘みとかっていうのが本当にチョコレート食べた後みたい。今日は実はね、こんなものもご紹介しようと思って用意したんですよ。じゃんじゃんじゃん、めっちゃビールに見えるけど、これね、中身チョコレートです。
けてみようかな。これ中はチョコレートが入ったビールのカンカンです。あ、入ってる入ってるチョコレートが入ってるよ。ごく普通のチョコができました。ではいただきます。うん、あれね、チョコレートの味わいを感じながら、ごく、うん、めっちゃ合う、うまっ、うん、チョコレートの甘みが加わることで甘苦さっていうのがまた引き立ちましたね。より美味しくなった。 8% でちょっと度数高いから少しずつ飲めって書いてあったのに一瞬で飲んじゃいました。美味しい。まだご紹介したいものがあるので次の1本いってみましょう。さて、お次にご紹介するのはこちらです。ディディン、バナナシェイク。これね、飲むのとっても楽しみにしてました。これはね、ベクターブルーイングのビールです。バナナシェイクって書いてあるけどビールなんです。なんと原材料、麦芽、ホップ、乳糖。甘いビールを作るときには酵母が食べきれない大きな糖、乳糖を使うことがよくあります。で、酵母が分解しきれないので甘みがそのまま残るんです。そして甘いビールが出来上がります。そしてお茶、お茶が入ってる。どういうこと？バナナシェイクでお茶が入ってる。そして原材料にバナナは入っておりません。さあ、これは一体どんな味なんでしょうか。アルコール度数は6.5%、 ちょっと高めです。これはね、もうすごいパッケージが可愛いんですよ。これね、女子受け間違いなし。ホワイトデーのお返しにすごいぴったりだと思う。さあ、ではでは飲んでみましょうか。このワンちゃんのパッケージのバナナシェイク。プラスは香りを楽しみたいので口が開いているタイプのものを選びました。はい、じゃあついでいきます。酵母入りみたいですね。ここに酵母がくっついてる。いい泡立ち。うん、あ、綺麗。とても美しい。泡がもっちり、もちもち泡です。では、もう一回乾杯。本当だ本当だ、すごい、めっちゃバナナ、バナナの香りするね。バナナ使ってないのに不思議ですよね。そう、バイツェンっていうのはドイツのビアスタイルなんですけど、バナナのようなフルーティーな甘い香りがするのが特徴なんです。これは酵母によって醸し出される香りなんだそうです。では飲みましょう。柔らかい口当たり、甘みがあって心地よい爽やかな酸味があります。後味はすごいすっきりしてますね。バナナシェイク感、ミルク感濃厚です。え、これお茶が入ってるっていうのが不思議。おいしい。なんて飲みやすいのこれ。これビール苦手な方にもおすすめって書いてあるけど、確かに苦味が少ないからビール苦手っていう人もまずこの香りから入りやすいかなって感じがします。こうやってくるくるさせてるのは香りをより立たせたいのと泡を復活させるためです。で、あと泡の粘度、粘着度で泡持ちの良さが分かります。このグラスにくるくるって回した時にグラスにつく泡ですね。で、こうしっかり回すと復活するので、これは泡の持ちがいいです。これも一瞬で飲み終わっちゃうな、これね。あのベクターブルーイングさんっていうのは結構いつもね、パッケージが可愛いなって思います。猫のパッケージのビールがあったりとか、猫パンチっていう、もう名前が可愛い、パッケージ買いしたくなるようなデザインのものがとても多いなっていう印象です。猫パンチもね、今寝かせてあるのでいずれご紹介します。あー、どっちも美味しかった。本日はホワイトデーのお菓子にぴったりなビールということで、大人っぽいビールと可愛らしいビールをご紹介してきました。あとビールのチョコもね
ぜひ参考にしてみてください。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入ったよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントと高評価もお待ちしております。そうだな、じゃあ皆さんはホワイトデーはどんな思い出がありますか？どんな思い出がある？教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あ、クイズの正解もまた次の動画にします。バイバーイ。